さて、いきなりですが、真央子さん、はい、来週の金曜日始まるといえば、あ、え、早くない？ケアの？あ、違います、オリンピックでした。オーガスタは早いです。早いですよね、オリンピックの間もなくということで、こちらの企画なんですけれども、オリンピックメダリストであれば何事も教わらずともここまでできるという無茶振り企画、今回第4弾ということで、なるほど、今回もミラクル起きました。シンナメリサの教わらずともここまでできるゴルフ道バンカー編。はい、ありがとうございます。これはバレーボール元日本代表で銅メダリストである新鍋理沙なら、並外れたポテンシャルで誰からも教わらずともプロ級のショットを打てるという仮説を検証する企画。すごいピンポイントな仮説ですよね。前回アプローチ編ではわずか5球で、新鍋さん、はい、クリアしちゃいました。すいません、早すぎた。オリンピックメダリストのポテンシャルを見せつけてくれました。やっぱり体軸がしっかりしてますよね。今回の舞台はケアゴルフクラブの4番ホール。再現してもらうのは2015年大会の名シーン。ほら見て、この年優勝した池田裕太選手がバンカーからピンそばにつけてピンチを脱したシーン。もちろん再現は同じホール同じバンカー、誰にも教わらずに再現できるでしょうか。バンカーの予習はバッチリでしょうか。砂それだけですか。砂から上げる、合ってますね。最低限の知識を身につけてきていただいたということで、チャレンジ直前、新鍋さん、意気込みはいかがですか。無理そう見えないです、あっち側が砂の壁がボールを阻む難易度の高いバンカー。身長173センチの新鍋さんでもグリーンが見えません。これまで数多くのプレイヤーを指導してきた武田さんから見ても、終わるかなそれぐらいちょっと難しいですね。難しいです。私初心者なんですよちょっと怒ってますよ、初心者なんで、はい、さらに心細いのが、なんかいつもより遠い気がするんですけどなんかいつもより遠いですよねちょっといつもこの辺にいてくれるなんか寂しいです。すごいなんかいつも始まると孤独なんで、なんかすごくかわいそうな気持ちあるけど、用意したのは50球。前回同様ピンフラッグ1本の距離に止めたら再現成功。今回もメダリストのポテンシャルを発揮できるのでしょうか。バンカー編いきましょう、スタートです。はい、はい、1球目終わりました1球目はボールが全く上がらずに失敗。その後も同じく壁を越えられない新鍋さん、いたずらに球数だけが増えていきました。でもさっきよりの軸が斜めってる怒ってますか。怒ってません。怒ってないですか。怒ってないです。でもなんか上がる気配がしない、上がる気配がしてこないですこの様子武田さんは、もう砂の方に足をこう埋めるぐらいこう低く得た方がいいんじゃないかな、こうどうしてもこう上がっちゃうので。バンカーショットは低い重心のスイングが基本。おお、さすが、一発でグリーンに乗せてきました。重心の低い武田さんと比べて新鍋さんは伸び上がるようにスイング。これでは砂だけが舞い上がりボールは上がらないんです。さらにプロが本番でどんなスイングをしているのか再度確認、違いに気づけるでしょうか。いかがですか。だいぶ左重心ですよね。
おお。重心低く。重心低く。左重心。バンカーショットの基本をついに自力で探し当てました。その直後、40打目は。おお。あ、もう。おお。生かされてる。おお。早いんですよ。うまい。ちゃんとでも向いてる方に行ってるもん。うわ、惜しい。40打目にしてついにバンカー脱出。グリーンに乗せることに成功しました。すごいな。いや、すごいですよ。すごいっすね。右奥の一番奥のやつ、右の。ちょっと上がってみましょうか。ワンピンはこうで、ここからあこうで、あ、3ピン以内です。すごい。3ピン以内です。3ピン。これでもすごい。あとはピンそばに寄せるだけ。難しい、ね、とはいえこの日は35度の厳しい暑さ。疲労で正しいスイングを続けるのも難しい。しかも残りはわずか10球。あ、そうだ、球数制限ありました。やばい。バンカーから出るものの、いやー惜しいな。多分遠いんだと思う。めっちゃ惜しい。開始から1時間半、そうついに残りは2球。え、これで決めるんですか。過去3回のチャレンジで、いつも最後は奇跡を起こした新鍋さん。もう一度奇跡を起こせるのか。さすがにだってオリンピエンヌとはいえど、どう、はあ、どうだ、はあ、いったいったいった、どっち行った、はあ、行ってる行ってる、はあ、いったいったいった、はあ、止まってた、行った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 、ベストショットが来た。いや、すごっ。49球目。ラスト2球のバンカーショットは、まっすぐにピンに向かい、そして、静止しました。最高のアプローチ。うわぁ、新奈良さん、これもワンピン以外だ。なんとやった嬉しい。やりましたよ。絶対に無理だと思ってごめんなさい。ここにいる全員がそう思ってたと思います。疲れた。ちょっと49球目でこれ、もうあの、バレエ界のキムタクみたいなエンターテインメントして持ってらっしゃいますよね。わかりますよね。それだけ持ってるっていう、逆境に立ち向かってね。すごすぎ。でもこれだからトッププロたちのプレーがいかにすごいかっていう。それもわかります。新鍋さんでだってここまでかかるんだから。やっぱりただメダリストはすごかった。そうですね、史上最高難易度、見事残り2球でクリアしました、ね、ご覧の皆さんもチャレンジしてみるとよりすごさが、はい、金子君あの顎すごいんですよ、うん、本当に高いんですもんね。 そのトッププロたちの、その戦いというのも見えるというのが来月22日からケアゴルフクラブで開催されます、サンサン KBC オーガスタゴルフトーナメント2024、こちらもぜひご覧ください。いや、す